マルカツデパートは北海道旭川市にあるテナントによって構成される商業施設である。平和通海物公園に面する。かつては日本の百貨店の一つであった。1918年に松村勝次郎が北海道旭川市で松村五福店を創業したのが始まりである。1924年に現在地である旭川市二条七丁目に移転し、 1936年に丸勝松村百貨店を設立して百貨店化した札幌市から進出してきた北海道最大手の百貨店だった丸い前旭川店とともに旭川のに大百貨店として激しい競争を繰り広げ1965年には売り場面積3500平方メートルで売上高8.5億円を上げて 丸い米の16.0億円に次ぐ旭川では2番手の百貨店となっていた。1969年に地上3階地下1階に改築するなど規模拡大を図り、その後松山正夫が率いる旭川の有力な繊維卸し、小売業者だった東栄の参加に入って松村家から経営権が移ったため、1971年に丸勝デパートに改称した。 その後も百貨店として経営され続けたが、経営母体だった東映が、業績悪化に伴って1997年に400人規模の大規模な人員削減に追い込まれ、メインバンクだった北海道拓殖銀行の破綻に伴って1998年に再建が整理、改修機構に引き継がれて、新規融資が受けられなくなった影響を受けて、2001年2月、 中旬に直営売り場を廃止して百貨店としての営業を終え、翌月3月からは店舗名は従来通りながら全館テナントのビルとして営業を再開した。そして経営母体の当園が2003年1月28日に負債総額約350億円を抱えて民事再生法の適用を申請して事実上破綻し、大札があった3社の中から選んだ。 ローンスタージャパンにホテルやケーブルテレビ局などと共に総額23.98億円で売却されて経営権が再び移行したが店舗名もテナントも変化なく従来通り営業を続けていたしかし2011年に入ると1月31日に主要なテナントの一つだった大型書店不キ動メガが閉店して撤退するなど集客力に陰りが生じ 同年12月には、名寄市に本拠を置く海明が買収して3度目の経営権移行が行われたことが明らかになるなど変化が見られたが、従来通りの店舗名マルカツデパートで営業が続けられている。2012年に入ると、旭川駅再開発事業に伴い駅前の旭川エスタが同年7月末で営業終了した関係から、 エスタに入居していたアニメートなど一部テナントが、マルカツに移転。2015年には、エスタートにイオンモール、旭川駅前が開業し、その前後にも、新規テナントの入居があったものの、2017年3月には、地下に食品売り場として出店していた、ラルズマートマルカツ店が閉店。その後地下に出店していた他のテナントについてもすべて撤退し、2018年現在は、 地下と吹き道目が後の6階が空きテナントとなっている。2021年、海明改め、ハーホールリングスが土地、建物を札幌市の不動産会社、シックスセンス産加の企業群に売却したことが明らかになる。建物の老朽化も著しいことから、建物の解体、建て替えの可能性も取り沙汰されている。なお、旭川空港ターミナルビル二階にある。 マルカツ店は、もともとは1982年に、マルカツデパートの支店として出店したものの、その後運営が切り離され2015年時点では、有限会社ダウンヒルによる運営となった後、2020年7月31日に閉店となった。ありがとうございます。